皆さんこんにちは。今日は152センチの私が教える低身長だけど高見えするコーデを紹介したいと思います。いくつかポイントがありまして、今から巷で私がよく見る低身長の方の NG コーデをまずは作ってみたので、そちらでビフォーアフター形式で紹介していきたいと思います。はい、では私が巷で見る NG コーディネートがこんな感じです。で、今このトップスをメインに、コーディネートを組んだんですけど、茜が今155センチなんですね。で、私よりちょっと大きいぐらいなんですけど、こんな感じのコーディネートよく見ませんか？この NG コーディ、何が NG なのかって紹介していきますね。まず何が NG かっていうと、ここの足元ですね、このパンツの丈がこの若干長いっていう、一番身長が低い子がやっちゃいけない寸胴に見えるコーディネートがこれなんですね。このストラップの部分で裾がここもたついちゃって、このダボつきが生まれるんですね。このダボつき一番 NG。 2つ目のこの NG ポイントがショルダーバッグの持ち方。このショルダーバッグでこのサイズの大きさを持っちゃうと、かつこの腰下の位置、腰から下の位置で持っちゃうとすごく寸胴に見えちゃいます。なのでこのバッグの持ち方も NG ということで、今から高見えコーデに変身してもらいます。チャラン。こんな感じで、高見えコーデが完成しました。何を変えたかって、一目瞭然なんですけど、まずはパンツですね。パンツってスラックスじゃなくって、ちょっと落ち感のあるパンプスに引っかからないような、形のストンとした感じのシルエットのパンツを持ってきました。で、かつ靴は普通のストラップなしのパンプスを履きました。こちらのパンプスの先端がポインテッドトゥーっていうところがいいところなんですけど、先端が尖ってると必然的に足が長く見えます。こういうパンツに合わせるときって基本的に足元はストラップない方がスタイルがよく見えます。ストラップパンプス履きたいよっていう方は、足首が見えるぐらいの丈パンの、例えばスカートだったりとか、バミュラパンツとか、ちょっと丈が短めのパンツを持ってきていただくと、そのパンプスにパンツがかからなくて、スラッとして着れます。もう一つのポイントがカラーですね。ちょっとグレーと白のワントーン系のコーディネートなんですけど、ワントーンコーディネートの方が高見えすると言われています。身長が高く見えます。あとバッグも変えました。バッグは小ぶりのチェーンバッグを持ってきました。ショルダーで持つ時って本当にこういう持った時に腰の位置から上の状態だといけるんですけど、ちょっとさっきみたいに位置がこのぐらいだと視線が下に行っちゃってスタイルが悪く見えるので、基本的にこれはハンドか、あとはショルダーでも例えばこのぐらいの腰の上の位置で持てるようなショルダーだと OK です。と変わりました。どう変わった？こっちの方がいい？こっちの方がいいです。言わされてない？大丈夫です。足の甲も見えてすっきりしてると、してますよね。皆さん一目瞭然だと思います。はい、では次のコーディネート行ってみよう。はい、じゃあ次こんな感じです。次はスカートを使ったコーディネートを紹介していきたいと思います。これ NG コーデが、何が NG かっていうと、でも結構よく大学生の子とか結構こういうコーディネートしてたりするんですけど、一番 NG の丈感がこのぐらいの膝ちょい上のこのスカート、この丈感一番 NG で、日本人、身長低い子もそうなんですけど、普通ぐらいの子も一番やぼったく見える丈感なんで、このスカートのぐらいの丈感はあまり選ばない方がよろしいかと思います。あと、こちらのバッグですね。今トートバッグを持ってて、結構通勤とか通学だと
ちょうど E バッグのサイズではあるとは思うんですけど、まあ、このサイズ感もさっき私がお伝えしたちっちゃいバッグを持った方がいいっていう理論に沿っていて、まあ、ちょっと今ワントーンでベルトとバッグの色は揃えてるんですけど、なんだかちょっとやぼったい感じする、うん、これから私流スタイルアップコーディネートにチェンジ、チェンジします。はい、チェンジしました。結構ガラッと変わったと思うんですけど、これ何がすごいかっていうと、さっきヒールの高めなサンダルを履いていたんですけど、今回はあえてフラットシューズを履きました。でスカートもさっきフレアだったのをアイラインのストンとした感じのちょっとくるぶし見えるぐらいの丈感のスカートに変えました。アイラインのスカートって高身長に見えるし、あの全然スラッと見えるので、すごく低身長の方にはおすすめです。で、フラットシューズ小さい人でも履きたいっていう人が多いと思うんですね。私もあの結構フラットシューズ履くんですけど、そういう場合は本当にくるぶしぐらいの丈感のスカートと一緒に合わせるとスタイルアップでサンダルを履くことができます。で、あともう一つポイントがこちらのピアスですね。さっきちょっとちっちゃめのピアスをしてたと思うんですけど、ボツ目のイヤリングとかピアスを顔のここの方にあのピアスを持ってくることによって目線が上に行きやすく身長が高く見えます。で、最後のポイントがこちらのバッグになりますね。バッグもちょっとトーンベルトと合わせたんですけど、ベルトと合わせたトーンのバッグで、ベルトしてるときはあんまり斜め掛けするとちょっとここでごちゃっと見えるので、どっちかっていうとハンドで持つかちょっと短めにこうやってサイドで持ってあげるのがおすすめです。あとはワントーンですね。茶色をベースとした色味のコーディネートで撮りました。これはさっきと一緒のコーディネートの原理と一緒ですね。どうですか？すごい変わりました。普段フラットシューズが多いので、はい、このワントーンコーデを参考にしたいと思います。じゃあ次のコーディネート、最後のコーディネートに移ります。はい、バイバーイ。はい、では最後のコーディネートになります。最後は、まあ、NG ではないし別にありコーデなんですけど、もうちょっと良くなるよねみたいな、ちょっと変えたら良くなるコーディネートですね。こちらの NG ポイントが、まずこちらのショルダーバッグ、バッグの長さですね。バッグは小ぶりでいいんですけど、ちょっと長いっていうのが、まあ、NG ポイント。あとこの靴ですね。さっきもちょっと靴の話したんですけど、あの基本的にラウンド2ってあのちっちゃい子とかだとあのちょっと身長が低く見えるし足が短く見えちゃうので、ラウンド2っていうのも NG ポイントですね。あとこのストンとしたワンピースの、でまあ、ウエストマークここら辺とかに持ってきてあげると腰の位置が高く見えるので身長が高く見えます。はい、では変えていきましょう。はい、はい、では着替えてきましたね。着替えてないな、ちょっと変えてきました。で、まあ、変えたポイントとしてはこのバッグの長さをちょっと短くしました。ショルダーさっき斜め掛けだったんですけど、今ちょっとウエストマークしちゃったので、斜め掛けするとちょっとここでやぼったくなっちゃうので、こういうベルトしてるときは斜め掛けじゃなくショルダーか手に持つかという持ち方をおすすめします。で、あと靴ですね。この靴私が愛してやまないウェッジのソール、クリアソールサンダルなんですけど、クリアのサンダルってこの足の方が全部見えるので身長が高く見えるんですね。かつこのウェッジの高さがめちゃくちゃ高いんで、本当にちっちゃい子には超簡単なんで、私も毎年、去年なんて2足ストック分で買って、今年ももう1回買おうかなって思ってるほど、髪が出てきて、はい。で、まあ、ピアスもさっきちょっと小ぶりだったんですけど、まあ、さっきの、コーディネートと一緒で、視線を上にするためにインパクト系のアクセサリーをつけました。腕もちょっとジャラジャラあのシルバーで統一してアクセサリーをつけてます。こっちの方が洗練されてて高
まあ一番のポイントがウエストマークですね。ウエストのベルトをすることによって腰の位置が高く見えるので、あの足が長く見えたりとか身長が高く見えます。てな感じで身長高見えコーデでした。はい、以上、152cm の私が教える身長高見えコーデでした。どうでしたか？すごい参考になるものばかりだったので、普段の私服にも取り入れたいと思います。ぜひ皆さんも、普段の私服にも取り入れてください。